ファンダンコ。花火サンキュー。今日のさ写真集ツイッターの写真やばかったね。見ましたか皆さん。こんばんは。花火サンキュー。最高だった？あれはちょっと攻めすぎですよね。あれはお尻がプリプリすぎました。ちょっと振り振りやったやろ。ねえ、アンガガガーですよね。こんばんは。おはようございます。おはよう。コメントに困ってしまいました。汗汗。こんばんは。博物館？あ、そう。ママと行ったやつ、送ったやつね。なんかスペースワールド、福岡のスペースワールドあって知ってますか？昔あった遊園地なんですけど、なんかそこの近くにあのなんか恐竜の博物館があって、なんかそう、なんか なんでかわからないんで、私が行きたいって言ったんじゃないけんね。ママが恐竜行くけん今日みたいな言っとって、いや行かんよそんなんって言ったのに行ったら、行ったんよ。でもしぶしぶ熱っとか言いながら、そしたらね、めっちゃ楽しかったんですよ。私が言ったんじゃないよ、ママが言い出したけんね。私は別にそんなん行きたいとか言ってなかった、ママが言っとった。でもね、行ったらめっちゃ楽しく、なんか大人の600円ぐらいかな、900円、600円、めっちゃ安かったんですよ。とにかく多分 CA かなんかで、で大人何百円とかだったんですけど、2人して、いやこれはもう6000円払いたいねって言ってたぐらい、めっちゃクオリティが高かったです。だから福岡に行ったらぜひ皆さん行ってみてください。おすすめです。なんかプラネタリウムの、プラネタリウム、うん、プラネタリウムのなんかなんだろうな、なんかプラネタリウムなんやけど、その座って見るんじゃなくて、なんだろうな、なんかプラネタリウムのドームの空間の中に恐竜の何模型みたいなのがいっぱい置いてあって、でそのプラネタリウムのこう広大な感じをと恐竜のリアルな模型が組み合わさって、本当にそこに恐竜がいるみたいなプロジェクションマッピング、まあ、そうね、 3D なんていうんかな、ちょっと行ってみな分からん。これは私もなんかお姉さんが何時から開演ですって言って呼び込みよったけん、ノリで行ってみただけで、別にそんな全然期待してなくて行ったんですけど、めっちゃすごくて、
あの夏休みの夏休みであろう子供たちいっぱいいたんですけど、私最善で大人気なく最善でうわーすげーって言いながら見てました。めっちゃおすすめです。本当におすすめです。マジであれ、あのプラネタリウムだけでも見る価値がある。もう一回行きたい。しかもさ、私女の子でそんなね、怪獣、まあ、怪獣に興味はあるけど、ね、そんな男の子ほど恐竜とか好きじゃないっていうか、まあまあ女子だからけど、こんなに楽しかったから、ちっちゃい男の子とか夏休みね連れて行ったら、もう恐竜博士になりたいですって言うに決まってるよねって思いました。それぐらいすごかったです。あの福岡から恐竜博士がそのうち出ると思います。いやもう出てるかもしれないけど、私はあのジュラシックパークシリーズが結構好きなんで、なんかもともと興味がね割とあった方なんですけど、そう怪獣にかじられてた。そんな昔のショールームのことよく覚えてますね。怪獣さんなので、あの何なんか夏休みになんかね、親ってさいろんなとこ連れていくじゃん。もう25歳にもなって親に恐竜博物館に連れて行かれるとは思ってなかったけど、あの何あの子供たちの子供の頃に親にいろいろその何博物館とか連れてってもらうことって結構大事なのかもなって思いました。子供心に興味がさ、何に興味が出るかわからんじゃん、才能が。でもね、逆のパターンあるよね。恐竜博士に連れ、恐竜図鑑、恐竜博物館に連れて行ってしまったがゆえに、なんかとか鉄道博物館に連れて行ってしまったがゆえに、取り返しがつかないほどの恐竜オタク、取り返しがつかない鉄オタになってしまったみたいな可能性もあるから、ちょっとバランス大事かもしれないですけど、いろんなもの見るって大事だな。あと大人になっていくから行く博物館はめっちゃおもろい。コスパ良すぎる。だって600円とかで普通に 2,3 時間楽しめると思う、あれは。しかも漢字とかが読めるようになってるから、子供の時って見れなかったじゃん、なんか文字とかそんなたくさん。だけど大人になったら文字もたくさん見れるから、あの何より理解が増すけんいいと思います。めっちゃコスパいいです。博物館おすすめ。しかもね、大事なポイント。涼しいです。涼しい。めっちゃ。涼しいのはすごいいいと思います。私の場合、ちっちゃい時に、ウミガメ博物館、日和さんウミガメ博物館に連れて行ってもらって、めっちゃ。で、ウミガメめっちゃ大好きになって、あの、サインに亀を使って、徳島ラブサポーターとしてそのウミガメ博物館に行くほどになってるから、やっぱ子供の頃に何かにハマるって結構人生に影響あるなって思う。私の場合はウミガメ博物館でしたけど。花火ありがとう。なんか花火大会5位ぐらいだった、さっきツイートしたの。
5位だった。ありがとうございます。今年花火大会行けてなかったからショールームで行けて助かりますってショールームはすぎないウケる。花火ありがとうございます。さすがにショールームはすぎるけど、花火たくさんありがとうございます。あ、はい、皆さんお知らせがあります。そうだ、今日一番言いたかったことがあって、何かと言いますと、明日なんと明日写真集の表紙が夜10時に公開されまーす。イエーイ。はい、で明日夜10時に写真集がの表紙が公開されますので、みんなここで作戦があります。みんなに協力してほしいことがある。なんと明日10時にね、写真集の表紙も公開されるので、せっかくの皆さんに撮らせていただいた写真集なので、私はいろんな人の目に触れたいなって思ってます。なので話題をどんどん拡散していくことが大事だなと思っているので、鬼のいいねリツイートをしてほしいんです。そこで明日夜の9時半から個人配信、普通のショールームなんですけど、夜の9時半からショールームをやるので、私明日ね、なのでその30分間でみんななんとか仕事を終わらせて、30分の間に集まってほしい。9時半から10時までの間に集まって集合してほしいの、うちのルームに。そう、忙しいと思うけどね。で10時に STU48 福田あかりファースト新集サマーカットライオン公式ツイッターさんから写真集の表紙がツイートされるので、もう一斉にみんなでいいねリツイートさせて、もうめっちゃ伸ばそう、その作戦ね。よろしく。ツイートしとこう。明日の22時に写真集の表紙が解禁予定なので、21時半からショールームでワクワク待機配信しちゃう。共に待ちましょう。サマーカットライオン福田あかりツイート、はい、ツイートしといてけん、よろしく。22時にジャンプもします。なんでなんで、はい、なんで皆さん写真集公式ツイッターさんをフォローしてお待ちください。楽しみ、早く表紙見せたいよ。いや今日のやつ172リツイート、伸びすぎやろ。すごい。水着の写真とさ、そうじゃないやつの写真でさ、伸び率が違いすぎて、マジで分かりやすいぞ。今日のやつはうちの母も驚いてた。いや母に見せんなしどういうこと。ほんとみんな
みんな頼むぞ明日。みんなのがいっぱい伸ばしてくれたらまたプリプリお尻投下するから頑張ってほしい。よろしく頼むぞ。カリンゴ。プリプリのために頑張ろう。冷たい泉に素足を浸して見上げるスカイスクレイパー。好きな服を着てるだけ、悪いことしてないよ。あ、それはプリンセスプリンセス。カンズ花火10個ありがとう。ドガー。プリンケツプリンケツですか。そう、プリン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 、それゆけプリンプリンプリン、どこまでもプリンプリンです。あ、それはプリンプリン物語でした。次々と昭和歌謡が出てきてしまう。てへてへ。あの頃は帰らない、だけど去年のプリンプリン物語知っとるんかい。プリンプリン物語を知ってるというか石川ひとみさんが好きなんですよね。ブリンバリンブ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 リン。あ、それなんかあれでしょ、最近流行ってるやつね。ブリン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 、流行ってるよね。それはちょっと存じ上げてないけど。ゴロミちゃん、令和の曲もあかんかったか、生まれてない。おめでたい。ただ秘宝、電波組とドカブリしてる。電波組のが最終日の鳥なんですよ。だから2日目の15日はメインじゃないんですけど、電波さんがね、あの電波さん、なんと私たちが3時5分からやってるんだけど、ストロベリーステージで電波さん、なんと9位ステージで3時10分からやってるんです。いじめだ。いじめだ。なんでちょうどドカブリなん。終わってダッシュしたら見に行けるとかじゃないんよ。 STU のこのSTU がこの尺だったら電波さんこうやけん、ダッシュしても一曲も見れないというね。ちょっとそこだけちょっとね、アットジャムの人にね、ちょっとどういうことって言いたいんですけど。てか16日休みだったら泊まろうかな。電波組のさ、最後のアットジャム見たくね。横浜ってホテル高い。行きたかった、電波見に。そう、やっぱね、アットジャムって電波組と成長してきたみたいなとこあるから、なんかアットジャムが大好きな理由って、やっぱ電波組を大事にしてるから。電波組インクをずっと大事にしてくれてるんですよ、アットジャムって。まあ、私がアイドルになる前からですけど、それがアットジャムの好きポイントなんですよ。そんな電波さんの最後のアットジャムを電波組ファンクラブ会員
10年突破中のこの私から、私としてはもう見に行かなきゃいけないじゃないですか。まあその前の週に共演してますけど。こんばんは。なのでちょっと見たい。お疲れんこん。去年はさ、あのアットジャムの前の日がさ、あれだったんだよね、ファンミーティングだったから、アットジャム結構見に行けたんだよね。横浜でファン、横浜でファンミだったの謎だね。まあアットジャムだったからか。そう、あれはなかなか良かったです。7時間ずっと見てたことある？すごっ。ホテル高い？マジ？あ、でもあそこに乗ればいいんだよね。平和島に行く。彼岸島。平和島行き電車に乗ればいいんですよね。東京から。東京にはいくらでも家あるから。泊まり放題。私、あの東京に友達増えすぎて、皆さんなんか諸事情で諸事情で皆さんもよく知ってる友達が東京にいっぱいいるんですよ。なんかここ1年ぐらいで東京に友達増えすぎて、宿には困ってないんですよね、いつも。そうなんですよ。選択肢なんか5人ぐらいに断られても余裕もっと余裕、なんなら10人ぐらいいけそうみたいな。そうそう、だからね、東京の宿にはね多分全然困らないんですよ。増えたんだよね、ここ1年ぐらいで特に。エステルが出演した最初の年、懐かしい。初めてのアットジャム衝撃的すぎて覚えてる。あのね、曲がなかったから、まあ、瀬戸内の声とを引っ提げて行ったんだけど、あの AKB48 のビンゴをやったんですよね。ででもね、ビンゴ、うちらワンハーフ、ワンハーフって分かります？あの2番をカットする、48グループのライブの時にさ、2番結構歌わないじゃないですか。あのタイプでビンゴが流れると思ってたんですよ、私たち。 それで練習してたから。そうだけど本番まさかのフルサイズ、フルサイズってあの CD の全部の尺のやつ、2番もあるやつが流れちゃって、1番終わって、待っていてよかったわ運命を味方にララミウォーウォーって流れ出しちゃって、えっフルじゃんってなってね。私たちまだその時1年目っていうか、まあ半年も経ってなかった時だったから、そんなハプニングの対処の仕方も分かんなかったなりに、ちゃんと、でもイベント用にフルサイズの練習は1回か2回だけしたことがあったんですよ。それをみんながブラーってその一瞬の集中力で思い出して、最初に動き出したのは佐野遥先生です。さすが最年長。ハルルンが2番の位置に真っ先に行って最初の歌で歌ってくれたんですよ。それでみんながはっ、これは2番もやるんだってなって、ハルルに続いてみんなで2番をちゃんとちょっとかすかな記憶の中踊って無事終わらせたんですよ。それが初めてのアットジャムでした。懐かしい。
あれはね、あの時のことはもう忘れないね。大きな横ありとか立ったことないしさ、フェスとかもさ全然出てなかったからマジで怖かったんですよ。でただでさえ緊張してんのにいつもと違う曲が流れるのも初めてだし、まあ、そんな中ね、なんとかやりきれたっていう自分たちのまあハプニングでもあり成長した場所でもあったのですごい覚えてます。ハルルありがとう。ドキドキでした。ゆうたパパ花火10個ありがとう。まあそう考えたらアットジャムはいろいろ思い出がありますけどね。いつもカンズ花火10個ありがとう。パンパカパン。花火何位なっただろう。こんばんは。たこ焼き食べたい。たこ焼きって食べたくなるよね、定期的に。フェス、アットジャムはフェス初心者にも優しい。あんまガツガツしてないから ゆったり見れます。そんな感じでね、さあ来週、来週はフェス、やばで、再来週、ささ来週か、再来週がフェスで、ささ来週がそのアットジャム、フェス番外編花だれアットジャムなのですごい盛りだくさん。しかもね、11日、フェスとフェス番外編の間にさすがにもうライブないかなと思ってたら、そう、まさかの四国が入ってて、まあ、四国って現体制も6人しかいないからね、メンバー決まりきってるんで、まあ、あのいつものメンバーで。あれ先週の四国やったよね。四国がめっちゃ多いです。ありがたや、ありがたや。チケット売れるんですかね。売れないとやんないもんね。ありがたいです。ぜひ来てください。そう、来月だからそう結構忙しいんだよ。夏のフェス三昧が終わったと思ったら意外といろいろあって、ありがたい、だありがたい限りでございます。四国公演初めてです。初めてですか。余裕で楽しめます。何も怖がることはないです。皆さんも本当にぜひ来てほしい。9月18日にソラハ生誕祭。そう、でもそれはね、出るか分かんないんじゃないですか。まだ公演出るか出ないかって自分の生誕以外分かんないから。そう、チケット販売されるまで分かんないんだよ。だから一応ね、公演はてなって自分の予定帳に入れてみた。公演だったらいいなと思って。そう、でも分かりません。花だれ公演当落でした。あ、そうなんだ。でも大体当たってそうだけどね。めっちゃ会場でかいよね。こんばんは。リンゴ、ぜひぜひ。もう福田おっさん、9月はいっぱい緑ペンライト振るから電池いっぱい買っといて。よろしくお願いします。ナイトクルージング残念でした。台風でしょ。
30だっけね、ライトクルージング残念だったね。まあ、でも台風ど真ん中の日だよね、30日ってナイトクルージングしてる場合じゃないから判断が早くてよかったかも。中止になったんだよね。でも中止にしていいと思うだって海の上で取り残されたらもう絶望じゃん。台風大丈夫かな。30日に直撃すんの？マジか、心配ですな。それは中止だ。なんかさ、進路がさ、ニュースで見たらさ、なんかちょうどもう日本をなぞってる、うん、あれは台風さんさ、なんか隠し犯だよね完全に。あんなに綺麗にこうなぞっていくことある？びっくりです。心配ですけど、自然のことはどうしようもない。本当に台風には気をつけてくださいね。ありがとうございます。気をつけます。台風対策はあんましてないです。元旦やお盆を狙って地震が起きる。そうなんだよね。ある意味、何、家族が家にいる時間っていう点ではお年寄りとかがさ、助けてもらいやすいのかもしれないけど、それでもやっぱ来てほしくないんだよね。早く過ぎ去りましょう台風さん。なんか東海道新幹線今日もトレンド入りしてましたよね。東海道新幹線大丈夫？なんかさ、3日に1回ぐらいさ、雨とか地震とか台風とかでさ、大変なことになってない？こんなことあった今まで。スティーブン入ってからの7年間で、私こんなに短期間に新幹線トラブルがたくさんあるの初めてか。大変だよね。なのに事故ってないのすごい。確かに。それはそうか。3、4回止まってるし、今も止まってる。あらまあ。静岡らへん、大雨多いね。大変だ。大変、大変。ふぅ。なんか。昔の人が雨乞いとかなんかね、占いとかでさ、天気を祈ってたのがわかるわ。神に祈るしかないなって感じだもん。どうしようもないから。白色猫見えた？猫よく見えたね。白色猫、猫ティー。かれんこん、そろそろ終わる時間。どんよん。金魚ありがとう、花火ありがちょ、ふんふん、ベアー、くまさん、くまさん、ありがとう。1000ミリの雨、それはやばい。かわいい、かわいい。皆さん気をつけてください。
の頃雨乞い踊り踊った。こにゃまるふくちゃん、福フェス当日のイベントでも写真集買う予定です。8日の四国の昼夜両方申し込みました。当たるといいな。お、嬉しい。ふくちゃん推しありがとう。四国公演でもお待ちしてます。当たれやきっと、福田推しだもんこれ当たらなかった申し訳ないけど多分大丈夫。上尾ありがとう。さや配信ありがとう。明日表紙めっちゃ楽しみにしてます。ドキドキ。表紙はあのゴロゴロニャースケさんですR アップありがとう。ナナうどんしか、天気ってゴロミの機嫌に左右されるらしいよ。え、ゴロミちゃん今日機嫌良かったよ。なんかひっくり返ってゴンギョゴロ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 言ってた。そう、肉球とかめっちゃ見せてくれてたけど、明日はちょっと機嫌悪いのかな。マグありがとう。ゆうき、今日は2日ぶりに福ちゃんの配信を見れて嬉しかったです。元気そうで何より。いつもありがとうございます。こちらこそありがとう。また明日も会いましょう。ヒロ北海道、福ちゃんが好き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 愛してる。福ちゃんのお尻は幸福のお尻福の尻だからウケるなんだそりゃ。ありがとう。タカお疲れんくん、福フェスまで大変だと思うけど頑張ってね。週末のお話し会も楽しみにしてます。待って、今週お話し会やったじゃん。写真集の表紙の感想を言ってもらおう、みんなに。ありがとう。ふんふん、ありがとう。監督いいプリケツ見つけちゃった。やった、いいな。どこにあったの？高松グアムありがとう。ゆうたパパありがとう。みけちゃんありがとう。セブンありがとう。カンズありがとう。埼玉のいたん1位ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。鬼はストー、福田はストーチ。サウナの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。明日は21時半ぐらいからショールームをやります。10時に表紙も公開されますので、皆さん楽しみにしていてください。一緒に表紙が宇宙初公開される様子を今度こそ、本当に今度こそ見届けましょう。よろしくお願いします。はい、あのめっちゃサマーカットライオンの文字の字体とかにもこだわったり、なんかすごいいい感じにしてもらって、なんかおしゃれな感じなんで、まあイメージはなんかジャケシャっぽい感じ、そうポップな、ちょっとポップだけどみたいな爽やかな感じにしてますんで、楽しみにしてくだ、しててください。はい、ワクワク。そして福フェス、福フェス番外編のお申し込みも今受け付けてますので、よろしくお願いします。ぜひ遊びに来てください。絶対楽しくて後悔させないので、迷ってる方は来るしかないですよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。おちかれんこ、やすみみんじみです。またね。バイバーイ。明日も頑張ろう。